ああ、トイレトイレ。あれ、練習しんどすぎる。ん？てか、正味、今の練習意味なくない？は？あ、試合で勝つのはむずそうやな。俺ベンチやけど、俺サイドやのに中に切り込むとかむずいし。この声は、誰おるな。誰や。あ、いかに相手を翻弄するかやな。俺 CB やけど。あ、トリはマサヤや。監督、キモンし交代してほしいわ。あ？絶対しばく。おい、なるし、これは違うやろ。え？確かにうざいほど厳しいけど、誰よりも俺らのこと考えてくれてる証拠やん。まさや、あいつ。確かにな。よし、試合勝てるよう、引き続き練習頑張ろうぜ。おう、お前ベンチやけどな。お前もな。はっ、いっちょ前のこと言いやがって。しばくとか思った自分が、情けないな。でも確かに監督顔はキモいよな。うん、顔だけ交代してほしい。うん、やっぱりしばこ。まさやとなるし、こっち来て。はい。なんで呼ばれたかわかるか？もしかしてベンチ卒業ですか？違う！他思い当たることないんか？いや、ちょっとわかんないです。めっちゃどつきたい。おいわ！さっきトイレで愚痴ってたやろが。監督顔だけ交代してほしいやっけ？どっちが言ったんじゃ？あいつで！おいわ！お前ら二人ともグラウンド実習じゃ！ごめんなさい！ちょ、監督おら。多分職員室や。トイレでサボろうぜ。ありあり。あ、おい、ドア閉まってるぞ。ほんまや。おー、監督ってやっぱすごいよなー。よなー。尊敬しかないよなー。よなー。時に厳しく時に優しくで千年に一度の最高の監督よなー。よなー。監督出てきたか？おー、やっぱお前らか。いや、お前かよ。はー。いや、何が？てか、お前ら監督に感謝してるんやな。え？何のこと？え、だって、時に厳しく時に優しくで、千年に一度の最高の監督やわーって。あれどっちが言ってたん？お前ら声似てるからどっちかわからんくてさ、あれは俺やけど嘘やで。え？だって監督は、時に厳しく、さらに厳しく、千年に一度の最悪の鬼監督やもん。そうそう。あ、それは確かにそうやな。え？どうも、時に厳しく、さらに厳しく。千年に一度の最悪の鬼監督です。無視するな！おい、誰が言ったんや。こいつで！もういいわ！お前らこれ似てるからわからんねん。素直に言わな。万年ベンチの経営やぞ。こいつです。おぉ、俺ちゃうわ。なお男子、なるしよく考えろ。エースが万年ベンチなれば俺らレギュラーなれるかもやぞ。確かに。で、なるし、犯人は誰なんや。犯人はマサヤです。ああ。じゃあマサヤ、とりあえず今日は一日中走っとけ。ちょ、なるしなんで。そんなん決まってるやろ。そんな手段使ってなったレギュラーなんてな、価値ないんや。俺は自力でレギュラーなるんや。なるし、お前。あ、なるし、お前も悪口言ってたの知ってるから、マサヤと一緒に走ってこい。へぇ？ほんまアホやな。まあ、お前の真面目さは伝わったけどな。あ、エース、お前もさっき悪口言ってたやろ。へぇ？あ、それは確かにそうやな。お前も一緒に走ってこい。うそん。あ、そうや。ただ走ってても思わないし、山手線ゲームしながら走ろうぜ。お題は、監督で。